僕はやはり昭和の古い男。勝負は喧嘩と同じ、絶対に勝ちに行く。勝つために必要な行動を取り続ける。負けず嫌いなどという言葉さえ薄っぺらい。負けず嫌いな奴にボロ勝ちをする。だからこそ勝ち方にもこだわる。テレビで言う一流芸能人がどうのなどという価値観には興味がない。もちろん贅沢することが悪いとは思わない。世の中の一般的な贅沢は良くないなどという考えにも賛同しない。贅沢、なぜダメなのか。そしてそんな僕の生活の基盤はもちろん金を稼ぎ続けないと継続できない。ではなぜガクトはそんなに金を持っているのか。それは30歳からの僕が人知れず実業家として生き、ガクトという名前をブランディングし、金を生み出す仕組みを構築してきたからだ。